ででもタクチャンネルでございます,です、ね、東京の蒲田西口商店街でお店やってます一応ね一応お店やってますもうねちょっと息を吹きかけたら吹き飛びそうな店ですねほんと今ねカードゲームねカードゲーム扱ってるんですけどカードゲームカードゲームやばいんじゃねえかなってちょっと思ってんだよね大丈夫ですか皆さん他のカードショップ大丈夫かな大丈夫だっていうことならば 俺が仕事サボってるっていう、それだけの話なんで、はい。うん。まあ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 。ね。本当ウォーハンマーとかね。プランも買ってくれるお客さんに支えられてね。生きながらいてます。はい。大丈夫かなカード。<laughs> ていうか、俺が仕事サボりすぎっていう説もある、うん。なんかカードゲーム怪しいぞと。軽く緊急報告しとくとね。うん。カードゲーム怪しいぞって思ってる。で、最近またマリオカートのね、スイッチソフトの ビッグタイトルの新作が出たんでスイッチのビッグタイトルがマリオカート新作ねなんかラジコン走るやつ部屋の中でラジコン走らせるやつねそうあれ出ちゃったんでまあそれでね一時的なほんと瞬間的な客足がね少ないってだけかもしれないですけどちょっとなん,かなんか怪しいなってだからでもオーハンマーはねもうがっつりねもう必ず1万円以上は買うみたいなねそ,のそういう動きはあるんで ね、先日も、うん、ついこの間もインドミッス打ったしなんか3万近いセットね、はい、まあ緊急報告この辺にしとくんですけど今回はですねクちゃんのしょうもない人生シリーズです、はい、このねしょうもない人間が体験したしょうもない出来事を話すっていうそういうしょうもない人生シリーズ、はい、でこれね急に思い出したんだけど20年前に起きた出来事を話そうと思ってて20年前ね で、なんでこの話しようかって思ったかっつうと、その、まあ、20年前、俺、多分ね、よくわかんない。芸能事務所的なやつのオーディションに行ったんですよ。20年前。笑,笑うでしょ。<laughs> この俺が芸能事務所で笑うでしょう。うん。で、なんでこの話しようかって思ったのが、その、同じくね、 俺と同世代の人とかで20年前ぐらいその芸能関係だった人芸能関係を目指してた人は俺と似たような体験をしてるかもしれないと思ってでそのちょっとすごいモヤモヤする体験なの,のはよくわかんない不思議な出来事が起きたのね、うん、の話をこれからするんですけど、うん、だからその不思議な出来事のオチはオチが何だったのか知りたいというか、うん、ちょっとまあなんかなん 最初に言っちゃうとなんかねちょっと詐欺くせえ感じだったんだけど俺はその最後まで行かずにこう離脱したっていうそういう話なんだよ、うん、だからそれ最後まで行っちゃった人がその詐欺くせえね芸能事務所詐欺みたいな最後まで行っちゃった人はどういう体験をしたのかそれそれとももしかそれ詐欺じゃなかったのかそもそもっていうところでちょっと 俺と同じような体験したい人がもしいたらですね、同世代で絶対いるはずなんですよ。20年前、芸能活動してた人は、うん。そう。ちょっとね、どういうことだったのかを知りたいっていうね、自分的にもすげえ謎で、その謎を解き明かしたいっていう意味もあって、これから話します。はい。で、どんな体験だったかっていうとですね、まあ、なんでね、その芸能、事務所、オーディションみたいなのに俺が参加することになったかって言ったら、あれ、 若い時バンド音楽活動してたんですね。でね、その当時ですね。その20年前当時ですね。まあ、なんか明確なこう所属バンドみたいなのも決まってなくて、ふ,ふらふらしてて、うん。で、そういう中で、こう、なんか芸能事務所に所属すれば手っ取り早いんじゃないかみたいなさ、そういう考えがあってですね。まあ、そういうものにもアンテナを張ってたってことですね、その当時。うん、で、なんかね、 そのまあ、当時新聞っていうのがね毎日撮ってるケースが今ね新聞撮ってる家なんてほとんどないですけど新聞を撮っててうちで実家でねで新聞のテレビ欄のテレビ欄の横になんかオーディション募集みたいなあったのよこれ結構はだからその当時その新聞撮ってた人は見かけてるはずなのなんかあったのよで結構有名どころが所属してる ちょっと忘れちゃったんだけどなんか不可キょンとかそれクラスの有名な人も所属してる事務所ですみたいななんかそういう感じだったそういう感じね不可きょんフカキンだじゃなかったとは思うけどなんか結構有名どころも所属してるみたいな感じだったうんでその事務所のオーディションでそのまあ最初書類送ってくださいっていうことでだから俺当時としてバンドやってたんで <laughs> その やっぱ自分のプロフィール宣伝材料みたいなものはあったの写真だったりとかそういうものは。うん。んかそれを送ったんですよ。うん。で、ちょっと恥ずかしいんだけど、もうその当時、もう意味わかんなかったんですけど、あの、髪の毛、赤、なんか赤かったし <laughs>、なんかマジで痛いんですけど <laughs>、その写真今でも残ってたらね、爆笑材料としてね、全然似合ってないけど髪の毛赤かったの <laughs>。全然似合ってないんだけど、うん。ね髪の毛赤かったりとか、 あと、なんかね、変なカラコンしてた。変なカラコンしてた。うん。でも今思えば、今 YouTuber とかやってる人ってさ、例えばヒカルさんとかもさ、変なツートンカラーにしてんじゃん。あれ、普通に歩いてたらさ、変な金髪と黒のツートンカラーなんてさ、なんかちょっと痛い、ダサいやつじゃん。だけど、そういう YouTube というね、ところで自分を覚えてもらうってことを考えたときに、ああいうちょっと奇抜な、うん。 もの、うん、が分かりやすく伝わると存在が分かりやすく伝わるってねだか,だからそういうのも意識的に自分の中であったんだろうね全く似合ってないんだけどなんか髪の毛赤かったり変なカラコン入れてたりしてたの、うん、そうそう <laughs>、うん、そうなんですよでそういう潜在というかまあ写真をそのオーディション募集ってなってたところに送ったとそうそうで 送ったら、こう、はい、合格ですって、こう、返信が来るわけですよ。ね一時、書類選考、合格しましたんでね、来るわけ。で、おそらくこれ思うんだけど、ね、それ、送った人全員合格してんじゃねえかなって、俺の中で思うわけよ。うん。で、二次、二次試験会場みたいな、そういうとこに行かなきゃいけないことになってですね、あるね、 決められた日程にで行くわけですよ。でそれがねほんと俺ほんと不思議な体験で覚えてんだけどあの多分高田の馬場だっかな高田の馬場かもしくは中野かなんかそういう雰囲気のところ <laughs> そういう雰囲気多分馬場だった気がするな、うんな多分高田の馬場高田の馬場の駅の近くだなうん。で駅の近くに ちょっっと大きな建物があってだからこれ本当俺と同じ体験したことある人は一緒になって思い出してほしいんだけど高田の馬場だったと思うんだよ多分。でこうちょっと大きい建物があってその何階かがなんかホールというかちょっと体育館みたいなところ空間があるんですよその建物の何階,何階だったか忘れたけどエレベーター、うん、エレベーターで行ったな、うん、そう。 ちょっと今もあるかなその建物だから俺も今から高田馬場行ってこう確かめてみればいいんだよねその当時の記憶をねその建物が今も残ってたら、うん、多分駅の近くに建物があってでこうエレベーターに乗ってでどっかのフロアがですね結構ホールというかちょっと体育館みたいな感じになってて、うん、でそこに行ったんですよその, <laughs> その最初の書類選考を受かってで はい合格しましたっていうのが送られてきてそこにその場所と日程と書いてあって、うん、でその会場行ってなんかでですねその入り口でですねなんと5,000円を支払うんですよねなんかその試験手数料5,000円、うん、<laughs> <laughs> なんか5,000円を要求されまして、えー、払ったわけですよ、うん、5,000円当時としてはね楽器 それは、ね、10万の楽器買うのにもねもう必死だったからね昼も夜も働いてそういう中でね5,000円って結構ヘビーなんですよその当時の俺としてはね、まあ、クソだこねあの学生時代にね多少アフィリエイトとかで多少稼いでたとは言ってもですね5,000円って重かったんですよ、うん、で5,000円支払って会場入ってでそれはねそのちょっと体育館みたいな空間で。 でパイプ椅子がバーッと並んでるような感じだ。で決められたとこに座るみたいな。でそのそうだから結構広いとこにいっぱい人いるって感じなのよ。うん。だから本当にその学校の卒業式みたいな感じで人がバーッとこうパイプ椅子に座ってるような感じうん。そうか今の学校の卒業式は人少ないかもしんないから。うん 俺当時としては、俺の、俺の記憶する学校の卒業式はね、7クラスぐらい、1学年7クラスぐらいいたから、うん。だからまあ、そうね、500、まあ500人ぐらいはいたのかなって感じですよね。うん。うん。ちょっと500人多すぎかも。うん、まあそれぐらいいた。んか結構、パイプ椅子ぎっちり並んでて、こう、並んで、そこに座ってるという感じです。はい。500人、300人ぐらいかな。 500人多いな、うん、まあ、それぐらい、うん、ででですね、うん、でな何するかっつったらその2次試験っていうのはその, <laughs> そのまあ段になってるわけですよ体育館みたいにこう。でそこに行ってまあねあの卒業証を受け取るんじゃなくてですねそこに行ってですねなんか自己紹介しろって言われるんですよ。うん、で自己紹介するんですけど、うん、そう。 でまあ自分の番がこう回ってくるまでにもそのたまたま隣に座った男,男性がですね男性がですねすげえフレンドリーに話しかけてくるのよ。うん、俺はねそれよりも前に座ってる女の子とかの方がねすごい興味があったんだけどまあそこは関係ないとしてこう隣に座ってるね男性がねめっちゃフレンドリーに話しかけてきて。うん そうでなんかもうずっと横と会話してるような感じなんですよ、うん、横の男性とね、うん、でまあ自分の番回ってきてなんか自己紹介してん「どんなこと言ったかな俺、まあ、ちょっと音楽をやりたくてね来ました」みたいなねそ,ういうそんなような話をして <laughs> 自己紹介終わって、うん、そうだからそれで終わりなんですよとりあえずじあそのね第二次 オーディション的なやつだったんでしょうか。それがあって、でその後その会場でそのままねそのそのその当日そのままですね、なんかこうグループに分けられてですね、そのうんグループに分けられてその受験所が終わった後でそのグループごとになんか説明を受けるんですよね。うん、で、えー、まあ二次審査通 方はですね、えー、なんか書類、えー、書類制作料みたいなプロフィール制作料で、えー、5万円とか,なんか結構5万円だったか忘れたけど5万円必要になりますみたいな話を受けたりして。うん でまあ、なんかねこういう人にはこういうニーズがあってみたいななんかそれっぽいこと言ってでちなみにうちの事務所はエロはありませんみたいなねなんかそんな女性向けのね <laughs> だから要はその事務所所属して AV とかに出るみたいなそういう動きはないですってうちの事務所はそういうのありませんみたいなねそんなような説明を受けてそうでなるほどこれ今5000円取られたけどこれ試験また受かると5万円取られるんだみたいな感じで俺ちょっと引いてたの。 また撮るんだみたいなで洗剤量の製作量でみたいな、うん、だからなんかなんか気持ち悪いな気持ち悪いなって思ってたずっとねその会場の中で、うん、でずっと気持ち悪いなって思いながらこうとりあえずその会場を後にして帰るんですけど、えー、まあ高田のババだったと記憶してるんですがその駅に向かう途中ですねそのと隣に座ってた男がずっとついてくるんですよねで いろいろ話しちゃった。で、きっと、君なら二次審査も受かるよ、みたいな話もして、してるんですよ。<laughs> なんだこいつ気持ち悪いなと思ってるわけだよ、俺も。うん。で、<laughs> 気持ち悪い、ね、なんか。うん。なんか気持ち悪いんですよ。ずすっげえ慣れ慣れしいんですよ。その、話しかけてくる。もう、その会場で隣に座った男がですよ。 で、自己紹介も終えて、なんか説明受けて、その後、高田の馬場駅に向かうじゃないですか帰、帰り道。その間もずっと隣についてくるんですよ。で、ずっと話しかけてくるの、そういう感じで。うん、きっと、原さんなら、二次審査も通るね、みたいな。 <laughs> なんか <laughs>、高く自己紹介しただけなのに、通るもクソもなん,なんだかよくわかんない。気持ち悪いな。とにかくもう、その空間自体もなんか宗教の集会場みたいで、なんか気持ち悪かったし、で、隣の男がなんかフレンドリーっていうのも気持ち悪かったし、で、その説明でさ、受かったらさらになんか、金かかるんだみたいなそ、なんかね、5万円とかでかかったんですよ。なんかもうちょい高かった、なんか15万とかだったかもしれない、もしかしたら。 結構高いなっていうのが二次審査通った後でかかりますよっていう説明を受けるんですよ。そう。だからとにかく全てが気持ち悪い中、高田の馬場駅に向かう帰り道でも、そのなんか気持ち悪いやつが、まあ見た目は普通なんだけど、なんか気持ち悪いやつがずっと話しかけてくるんですよね。うん。んだこれなんだこれっていう気持ち悪いなと思いながら、 こうまた、あ、ずっとついてくるんですけどまあ高田の馬場駅に向かっていくとでこうまあ駅の入り口あたりですかねこれまたね気持ち悪い出来事が起きるんですねその隣を歩いてた彼がなんか女性とぶつかるんですよねうん <laughs> これ嘘みたいな話なんだけどこれ本当にあった話なんですよで女性とぶつかってね その女性がなんかね書類をもういっぱい持ってたっぽくてですね書類をバーってぶちまけるんですよ <laughs> これ嘘みたいでしょこれ本当なんですよで書類がバーってなってで,でその書類がバーってこう床に散らばるわけ、うん、そのなんかドラマのワンシーンみたいななんかほんと気持ち悪いことが続いたあとなんかそんな,そんなさドラマのワンシーンみたいなバカみたいなことが起きるっていう そ,うその隣についてきた男がねなんか女性とぶつかり書類がぶちまけられるってバサーってなんかあるじゃんドラマのシーンでこうぶつかってこう物を落としてでそれを必死で拾うみたいなそういうそういうドラマのワンシーンあるじゃん,なんかまさにその感じだったのでバーってだって書類がバーってぶちまけられてで 当然その男が、その俺の隣でね、すげえフレンドリーにね、話しかけ続けてた男が、その書類をこう一生懸命拾い始めるわけ。で、それ、それで俺、な、どうしたと思うその後。そこで。俺も拾うと思うじゃん。俺も拾うと思うじゃん。俺、そこで、もう気持ち悪いことが起きて、さらにその、なんかもう、なんかもうドッキリ、 ドッキリ、これドッキリ番組かなって思うぐらい、なんかベタなことが起きるっていうのが、もう瞬間的に何だこれって思ったの。そこで俺何したかっつったら、もうバサーってぶちま書類がぶちまけられた時に、そのまま歩き続けたの。無視して。<laughs> 無視したの。完全に無視して、普通にあの、駅の改札に向かったっていう。うん そうなんですよ。ちょっとねオチとしてはつまんなかったと思うんだけどその本当気持ち悪すぎてその変な会場に集められそして変なね自己紹介をしてなんか横に気持ち悪くずっとフレンドリーに話しかけてくる男がいるでなんかそのオーディション明けの説明でなんか巨額がかかること,と当時としてはね結構大金がかかることを言われる。うん で帰り道なんかなんかバカバカみたいになんかぶつかって書類がぶちまけられるて変なことを分けるとこれなんだともう違和感しかねえとうんでもう無視したわけ無視したわけでその彼はそこで一生懸命拾ってるやつを無視して拾ってるんだけどそれを無視してこう帰った帰ったっていうそれだけの話なんだけどなんかこれ 同じようなこと体験したことはある人いないかなと思って。うん。でね、しばらくしたら、その落選の通知が来たんだけど、うん。だからなんか気持ち悪くて、なんか詐欺くせえなとも思ったわけ、そのフレンドルに話しかけてくる。俺、疑り深いというか、結構ね、うん。だから被害金額としては、その二次審査の5000円を被害にあったとは言えるんだけど、もしかしたらそこでそれを、 拾うというのがオーディションだったのかなみたいな。そ,そんなのもちょっと感じるというか。<laughs> うん。なんかね、わかんないですよ。な、なだったんだろうあれと思って。そんなね、絵に描いたようなことが起きるかなと思って気持ち悪くて、すぐ立ち去ったんだよね。もう、その書類をぶちまけられてる光景を見ながら、横で見ながら、そのまま、こう、スルーして、こう、改札に向かったんだけど。<laughs> そう。あれ、何だったの と思ってうん、だから俺と同じような体験したことある人いないかなちょっと気持ち悪すぎてさそれともあれがまるっとオーディションだったのかそれともそれでこう拾ってこういい人になったとしてそのねいい人だというふうに認識されたとしてその詐欺師からその後その続きの詐欺があったのかなとか。 ちょっと今になってすげえ思い出して続きどうなってたのかっていうそこで俺がね違うね選択をしていたらどうなってたかっていうのがすごい気になるんですよね。うん、だからでもその当時そのテレビ欄の横に広告を売ってたぐらいだから結構その多分書類選考100%受かるんですよ多分。100%受かるとして。 その二次審査に行ったって人いるんじゃないかなと思って、うん、でその時俺と同じ全く同じ体験をしてる可能性ってあるんじゃないかなって思ってちょっとね詳細を知りたいと思ってんの俺としてはでその後何があったのか俺はもうガンスルーして帰ったわけですよでその後不合格の通知を受け取ってまあその話は終わりなんですけど、うん、その続きがあったのかっていうこと、うん、これが気になってますはい ということで、ね、ほんとしょうもない人生で起きたしょうもない話なんですけどこれこれについて知ってる人いたらねちょっとね、あのー、コメントをしていただきたいなと思って何か情報を何だったんだろうとすごい気になってんの、うん、だってそんな絵に描いたようなこと起きるぶつかって書類ぶちまけてそれを拾うみたいなことってそれなかなかないですよそんなことってねえ。 いやいやあるあるじゃないよね。そんなね、ドラマみたいなことって起きないし、それを無視するって、それもなかなかすごいし、俺。<laughs> もう、バーン横でぶちまけてんの無視してたからね。うん、っていう話なんですけど、ちょっとね。うん、だから、ここで、俺と違う選択をした人っていうのがいるはずで、世の中にもしかしたら。うん、だからその人がどうなったかっていうのを知りたいんですよ。うん はい、もしね心当たりこういう同じような出来事を体験した人がいたらですねあのコメント欄でお知らせください、はい、ご視聴ありがとうございました本当しょうもない話でねごめんなさいはい終わります。